おっしゃー、リアレスです。それでは本日も刀剣乱舞始めよう。スタート。待ちきれなかったよ。あ、本当に？さあ、江戸城じゃない大阪城だね、終わって、師匠さんの、はい、極み旅が、うん、登場したんですけど、これなんだろう、まさかの リボンまさかのリボンですかね。うん、リボンに、なんだろう、サイドテール。まさか、まさか。はい、刀剣男子ボス激アジルドロップ率2倍。2倍じゃ、2倍か。あれ、この間3倍じゃなかったっけ。あれ、2倍だっけ。あれ。あれれれれ。はぁ、あ。そして特上闘争確定。ああ、今僕もう全部特上闘争なんだよな。どうしよう。あれれれれ。あ、っていうか、ボスドロップ2倍はあるけど、経験値アップは？ないんかーい。出迎えてあげないとね。前回経験値アップとボスドロップ同時に来てたやん。あらまー。あちゃー。あの二つはやっぱり同時に出迎えてあげないと、同時にやらないとダメでしょう。うん、前回あの組み合わせが神だったのに、右礼にして出迎えてあげないと。全部返ってきた。ちゃんと支援になってるといいんだけど。全部返ってきた。いい経験値ですな、本当に。とりあえずは行かせてるないとね、これもったいないですね。うん、そして、うん、内番も終了と。誰、どの組み合わせだっけ。ああ、これか。くそ、裏切ったな国広、監視しやがって。これも何度見たろうな、この組み合わせ。ごめんね金さん、主さんから見張るよう言われちゃっててさ。ああ、それじゃあしょうがないね。うん、ああ、偵察が上がっている。悔しいな。うん、次頑張ろう。はい、担当が終わったみたいだよ、迎えに行こうか。はい、じゃあね、大阪城が終わったんで、はい、我が本丸は大阪城でどのぐらいドロップしたのかちょっと見ていきたいと思いますので、よろしく。はい、というわけで舞台を整えてきました。ちょっとこれ以上がね、あのこのポストの中がね、開けらんなくて、もうここにすでにそう、もう特上闘争がいっぱい入ってるんですよ。所持限界のため受領箱に移動しました。宝石兵、重宝兵、旧兵、警報兵、経験兵。割とバラエティーとかに精鋭兵まで入っちゃってる。これが受け取れなくて、だから闘争黄金キャンペーン来てるのはいいんだけど、日々コツ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 やってたおかげでね、まあ、まあ、このとりあえず日課の3体分ぐらいは特上じゃないんですけど、もう160分の157で全部特上なんですよね。どうしようという状況ですね。うん、まあせいぜいそうだな、景気兵を少し削って、何が足りない、9兵は別にな。9別にな、縦兵が23もいるのは、どうなんだろう。まあでも必要だよな、これも。まあ、10兵をちょっと増やしたい感じですかね。10兵割とポロポロ、いなくなっちゃったりするから、兵力6しかないから、10兵増やしたいぐらいかな。で、無理に増やすこともないんだよな。どうしよう。困っちゃいますね。はい、さて、では大阪城の、例のね、6振りの、乱舞見ていきましょう。白さんくん以外はみんなとりあえず乱舞全部できるだけやってきまして、白さんくんだけはまだやっておりませんという状況で見ていきましょう。結成ですね。はい、まあ、今回、まあ大阪城で、まあ、5振りが一応ピックアップされてるわけなんですけども、まあ、信濃くん、後藤くん、包丁くん、毛利くん、博多くんでこのぐらい上がりましたという形で、で毛利くんに関してはスタート時点で乱舞4.0 だったんですけども、結構今回出てくれて、何振り来てくれたんだろうな、7、8振りぐらい来てくれたのかな。もうあと多分1振りぐらいで、乱舞5になりますね、ようやく。
ようやくお守りが聞けるぜ。で、シナノ君はそこそこ、そんなこれ何振りかな、ランブでいうと 5.3 ぐらいですかね。うん、まだまだですね。で、後藤君は後半結構追い上げて、うん、最後の最後でも出てくれたんですね。うん、5.4 ぐらいですかね。はい、で、包丁君がちょうど真ん中ですか、ですかね、 5.5。 はい、で、博多くんが意外と来なかったんだよな、今回。うん、2,3 振りですかね。だから 5.3 ぐらいですかね。はい、で、実際の白さん、吉光さん、うん、あの、ここがねまあ、一番気になるところではあるんですけども、実際僕が、大阪城の攻略をした流れでいうと、まずは1回99回までクリアしました。はい、で、そこからですね、食大切さんが極みで帰ってきて、で、食大切さん帰ってきたばかりなんですけども、何回ぐらいまで、うん、無難に怪我なく、うん、通えるかなっていうところで、まあ、71回、うん、がちょうど良かったかなっていうところで、71回をもうずっと今回は、はい、やっていきました。うん、という形で見ていきましょう。71回での白山義満ドロップはいかに白山義満さん最後なんだよね、確かこれ。ドゥル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 ドンという形で、はい、2振りですね、今回は来ていただけました。前回ゼロだったんですけども確か白山義満くんが大阪城で来てくれるようになって今回3回目だったと思うんですよね。1回目の時に83回ぐらいで来てくれて、で、2回目の時はもう全然ノードロップで終わってしまったんですけども、今回は、はい、2振り来ていただけました。最初に来ていただいたのが99回までを攻略してる時の途中で74回ですね。74回でまず1振りで、その後99回までをクリアしてから、ずっと71回を、うん、ずーっと巡ってたんですけども、うん、食大切さんのレベルが2つぐらい上がるぐらいを71回を通った感じで、またね、その途中で一振り来ていただけました。はい、これで一振りで、まあ、とりあえずランブニーにはなると。やったぜ、とりあえずはランブニーにしよう。これでようやくつつきすぎが聞けるぜ長かった長かったぜ。はい、と続きすぎ中小以上で、これどんぐらいいく、半分ぐらいいってほしいな、半分ぐらい、どうどう、あー3分の1かそっか、半分ぐらいいってほしかったな。バイ、わかりました。まあでもね、大阪城で来てくれるようになったのは本当に大きいですよね。うん、もう下手するとそうだ、大阪城は結構な頻度で来てくれるんで、大阪城イベント以外の、うん、方の方が結構抜かされちゃうってことがある、出てくるかもしれませんね、今後。うん、今ランブレベルってどんな感じなんだろう。まだ6、6、6、6、6、6、あ、こっからですね。うん、さあ、小ぎつねさんが意外と厳しい、暑いんだよな。何もイベントないときは割と厚かし山行ったりするんですけども、結構ね来ないだって岩通しさんの方が増えてるもんな、上行っちゃってるもんな。 5.4 ぐらいでしょ、小狐さん 5.1 ぐらいでしょ。うん、で、三日月さん6行ってるもんねコギーさんも結構厳しいし、あとね、そう、おー、誰だろうな、きつそうなの、あー、まあそこだよな、お兄ちゃんだよな、明石さんとかね
だ通常ステージでは来てくれるんだけども、うん、なかなかそのステージがきついっていうところです。明石さんとか、うん、だよな。明石さん多分抜かされるような、このままのペースでいくと、うん、あ、南海さんとか、そうイベントめったに来ないイベントでの方ってのきついよな。小手切郷さんとかはね、まあ、玉玉集めも、うん、江戸城じゃない、なんで江戸城って言うんだろう、大阪城の次ぐらいには結構な頻度で来てるんで、あと日向くんとかな、あずきさんとかも、厳しいな。将棋さんとかも難しいよな、この辺はこの辺のメンバーは本当厳しいですね。もうちょっと頻度増やしてほしいな。なんか他のイベントでも、いいと思うけど、あとはパン祭りしかないですもんね。はい、はい、というわけで、はい、江戸城の結果でございます。あ、江戸城の結果の、はい、白山くんの粟田口派の結果は以上で、あと途中で一回やってますけど、最終的なあれも見てみますか。ゴールドゴールドはちょっと世界の単位が15万ですね。うん、15万2000、まだまだだな。小判箱はもうないんじゃないか。この間ドカッと開けちゃったんで、ですか。まあこの辺開けても5万にはならないんで、まあこれはもうちょっと取っときましょう。やっぱり貯めた時にね、ドカッと開けるのが気持ちいいんで、はい。なのでまあケースはもうちょっと待ちましょう。この間ね、あの2振り分いただいたんで、はい。楽曲そろそろ楽曲組んだわ。そうだよね。20万ぐらいになった時にまた2振りぐらい、いただきに行きましょう。これはね、取っとこう。取っときましょう。はい。はい、というわけで、短くはありますが、今回はこの辺で、はい、終了したいと思います。次のイベント次のイベントまで、はい、まあ、とりあえずねボス2倍ドロップまた明石さん、探しに行くかな。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。最後に新しく聞けるようになった白山君の突きすぎを聞いて、主様現在、主様現在、剣はそれほど珍しいですか。珍しいです。ありがとうございました。失礼します。おっす。